テフェムギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、この番組ではもちろんですけれども、はい、メンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております、はい、メールアドレスの方、夏実さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com ローマ字でメンヘラ数字で103 @gmail.com までよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日第59回のメンヘラ城の収録となっております。おお、はい、大手だね。何に 62? 62、まあまあまあ、そうだね、うん、まあ、そうやってなんか節目迎えられるっていうのはなんか節目っていいよね。うん、いいよね、うん、なんか達成した感出るもん、ね、気分的にね、うん、うんうんうん。でこちら第59回はね、現在収録時点は11月の6日、うん、月曜日となっておりまして、うん、はい、11月に突入しましたというしました、はい、一発目の、収録となっております。頑張ります。はい、お聞きの皆さんは11月ちょうど2週目にあたるかな、13日月曜日にこちらの放送を聞いてるかとは思うんですけれども、あ、本当、はい、リアルタイムでご視聴の方はですね、はい、はい、メンヘラ城はツイキャスの方もね、収録配信といいますか、生配信してますので、そうです、そうです、なんていうのかな、リアルタイムでお聞きの方で生配信もぜひちょっと参加したいよっていう方がいれば、うんうん、毎週月曜日の夜8時頃を目安にちょっと収録の方させてもらっておりますので、はい、はい、公式 X といいますか、うん、はい、アカウントもございますので、そちらの方でね、2人ともメンヘラだからさ、うん、ゴリゴリのな、ゴリゴリのメンヘラだから体調次第でね、ちょっと収録日の変更とかもあるんで、そういったものはその X アカウントの方でお知らせも、うん、できるだけ早くさせてはいただいておりますので、うん、はい、そうね、よろしくお願いいたします。こちらのアカウントのフォローもですね、はい、よろしくお願いいたします。はい、で X になってからさ、 Twitter から、うん、イーロン・マスクさんが、いわゆるなんていうの、支配人というかになって、支配人、うん、運営する側に回って、うん、イーロン・マスクさん、ツイートじゃなくて、うん、ポストするっていう、ポスト、うん、ツイートじゃなくてポストになってる。これなっちゃんいつも X するっていうような X するって言ってる。そうそうそう、よし X するかって、はい、ではそんな X をする夏実さんと、短いお時間最後までよろしくお願いいたします。メンヘラトーク。おお。はい、このコーナーは、はい、タイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもどんどんお待ちしております。なるべく拾っていきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、早速ツイキャス来てますよ。お願いいたします。読んでいいですか。はい、じゃあ埼玉の郷さん、ケンタさん、なっちゃん、こんばんはって。はい、こんばんは。ありがとうございます。ペーターさん、お薬タイム。はい、お薬はね、26分後ぐらいに。そうですね。はい、差し上げますので。はい、高保さん、こんばんは。はい、こんばんは。はい、こんばんは。埼玉の郷さん、放送当日の夜、13日月曜日は家族で大阪のユニバの前泊中です。あ、そうなんだ、いいな、ユニバーサルスタジオジャパン、ね、ユニバーサルスタジオの最近、ね、YouTube でちょっと見たから、そうそうそう、僕らが好きで見ている、まあ、主に僕がね、ちょっと崇拝まで行っちゃったんで、崇拝までいかない、夏実さんに紹介した、うん、声優の中村祐一さんとゲームライターさん、うん、何でも屋さんみたいなところもあるんだけれども、うん、司会業をやったり俳優業もやったりする、うん、マフィアカジタさん
中村雄一さんとマフィア梶田さんの、うん、わしゃがな TV という番組で、うん、あのちょうど2人がね、なんか確か登録者数が60万人突破記念だったかなみたいな感じだったね、うんうん、これはやっぱり記念日は大事だ、うんうん、それでユニバーサルスタジオジャパン行ってきたって言って、うん、4回にわたって動画が上がってたよね、はい、上がってていいなと思って見てたところなんで、そうそうそう、いいな郷さん、いいな郷さん、はい、郷さんね、あのね、イーロンなんだ、マスク、イーロンマスクさん、うん、支配人より支配者だろって言ってだからじゃあ、あのそうなのよ郷さん、今ね俺支配者って言おうとして支配人に変えたの支配者はちょっと ね悪いかなと思って、なんか印象がね、郷さん言っちゃったペーターさん、はい、X する笑い、そうそうそう、 X するっていうからね、 X するじゃないんだ、 X するじゃないのよ、 X するってなったらもう X ジャパンのねヘビーなんかすごいファンの人が X って感じてみろって、あれだね、やってるイメージが出てくるんで、はい、では、皆さん、この後もツイキャスの方をどしどしいただいて、はい、番組を盛り上げていただければ助かりますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、はい、では、本日のトークテーマ参りたいと思います、うん、はい、本日のトークテーマが、今年中に達成したいこと、おお、はい、こちら2023年もいよいよ残すところ、年の瀬だ、はい、あと2ヶ月を切りました、あと2ヶ月だよ、はい、そんな残り少ない2023年が終わり、うん、2024年の幕開けをちょっと迎えるまでに、うん、今のね現在のあなたが、うん、今年中になんとか達成したい、達成してやると、うん、まあ現在進行形で、系でね、うん、頑張っていること、うん、あるいは今からでもまだ間に合う、やってやんぜと、うんうんうん、遅ればせながら今年中の達成に向けて挑戦しようと考えていることはないかなっていうところで、うん、こちらにのテーマにいたしました、うん、はい、まあ例えばね、今年中に何キロ痩せますよと、うんうんうん、いや痩せるために頑張ってましたので目標は達成しますよっていうね、うん、お話であったり、うん、今年中にね、もうクリスマスも近いから、うん、恋人を作ってクリスマスは彼女と過ごせるようにしますとかさ、うん、あるいはね、この1年忙しくてね、取りだめしていた映画だやドラマだったり、うん、あるいは積読している本だったり、積読って何、あの買った本を積んで読んでない状態、うん、あ、な、へえ、うんうん、それに読書の読、そうそうそう、それをまあ買ったものをちょっと読んでみようかなとかさ、積ん積ん読読みたいな、まあ今年中にちょっとなんか達成したいことがあればお聞きしたいなと思って、はい、メッセージ募集しました、はい、はい、ではいくつかメッセージいただいてますので、いただいてますね、はい、僕の方から紹介しようかな、はい、どうぞ、はい、メンヘラネームカネさんより、カネさんありがとうございます、カネさん久しぶりだね、うん、ありがとう、はい、私の今年中に達成したいことは体重を3キロ落とすことです、うん、体重3キロ、4ヶ月ほど前に薬が追加された分がたたりました、追加分の薬の副作用からか、うん、毎日の食事が暴食になり、うん、その結果8キロの増量、なんと大台手前、うん、大台手で100キロかな、100キロ手前の90キロに、うんうん、ただ今月からは薬を以前処方してもらっていた状態に戻しているので、うん、徐々に痩せられたらいいなと思っています、うんうんうん、私は診察の時にはいつも病院で体重を測るのですが、うん、ふっくらしたお腹にいつもかすかな否定を込めて体重計に乗るんですしかしこの数ヶ月無残な数値が私の頭を揺さぶりました、わかる、毎月の診察でぐんぐん成長していく体は悩みの種でした、成人病という名前の悪魔が背後からゆっくり近づいてきているようで、いつかそれに捕まってしまうのではと少し恐怖を感じていました、その点を踏まえて現在はメンタルも安定し運よく減薬できることになったので、うん、これから暴飲暴食を慎んで体つきをスリムにしていきたいです、うん、きっと来年は数字を見て落ち込まず喜べるようになると信じていますとのことです、うん、いいね、カネさん頑張ろう、そうね、まあ、僕らも ね、お薬飲むんだけど、そう、やっぱり副作用でね、ちょっと食欲が増してしまったり、食欲が増しちゃうとか
逆になくなっちゃって痩せちゃう人とかもいるし、うん、だからね久しぶりに会った友達にね、うん、あの太ったとかね痩せたとかね、うんうんうん、聞く人はいるけどね、うん、まあ、いろんな背景があるわけですよ。そうね、だから俺はもうここ数年、うん、あのやっぱり太ったねって言われることの方が多くてさ、多い私も大きくなったねとか、カネさんこうやって90キロにとか書いてあるけど、うん、今日の朝俺もたまたま体重計乗ってみたら90キロに乗っててさ、うん、ちょっとショックだった、ショックだった、うん、なんとかギリギリその90キロに乗らずにキープできてたんだけど、うん、本当はねもっちゃんと運動して痩せないといけないんだけど、なかなかね運動が億劫ってのもあってね、うん、外暑いから、まあでも涼しくなってきたんで、そうね、ね、涼しくなってきたからちょっとね、うん、運動もね、うん、ちなみに今日はね、うん、今日は朝の僕たちって言ったらハピアン、元ハピアンのメンバーでやってる、うん、デイジーチャーコロビーカフェの収録もう歩いて行きましたしね、歩いて今日のメンヘラジオの収録も歩いてきましたし、そうそうそう、はい、夏美さんにしては頑張ってます、夏美さんにしてはすごい頑張ってんだよ、うん、本当に、はい、うん、はい、では、はい、次のメッセージ夏美さん読んでいただこうかな、あ、いいですよ、2個ぐらい、2個ぐらいいっぺんに、はい、じゃあメンヘラネーム夢をつかぽんさん、おう、夢をつかぽんさん、ありがとうございます。全くもってモテない俺、お、今年、あ、間違えた、毎年今年こそは彼女とクリスマスをと思って気がついたらもう43歳になってました、うん、はい、スマホに映し出されるのは増毛脱毛ダイエットサプリの広告ばかり、うん、もう俺彼女二次元でいいやとのことです。諦めないで夢をつかぽんさん、うん、いや夢をつかぽんさんね、あのね、うん、知ってるけどね、うんうん、もう彼女ねできるよ。そうね、つかぽんさんね、とってもいい人だもん、とってもいい人だからね、うん、理想が高いのかな、何なんだろうね、なんだろう、理想高いのかな、今度ちょっと聞いてみよう、ね、ちょっと聞いてみようね、うんうん、今度ちょっとあのゲストにまた呼んで掘り下げてしまおうぜそうだね、はい、続きまた、あ、続きまして、はい、はい、メンヘラネーム、マスクマン、はい、マスクマンさん、うん、ありがとう、マスクマン、はい、ありがとうございます。今年中に達成したいことは体重を減らすことです。はい、これまであまり食について意識 してなくて、1日に摂取する食事の量が弁当2個、菓子パン2個という生活を続けていたのですが、うん、ある日ふとダイエットすることを思い立ち、2ヶ月前の9月頃から弁当1個、菓子パン1個の食生活に変えてみました、はい、すると2ヶ月で7キロの減量に成功。役所に手続きに行った時にはお世話になっている職員さんに痩せたねと声をかけてもらい、うん、職場でも同じように最近痩せたんじゃないと、職員さんに最近痩せたんじゃないと話しかけられ、わずか2ヶ月の間で今年一嬉しい言葉痩せたねを2度も拝聴することが叶いました、うんうん、最終的には1日の食事量を弁当1個にして、来年の頭には体重を90キロ台に落としたいです、とのこと。はい、ありがとうございます。なんかみんなやっぱ目標としてダイエット、うん、ダイエット掲げる、うん、ね、うん、で言ったらほぼほぼ同年代さね、マスクマンさんも夢をつかぽんさん、夢をつかぽんさんじゃなくて、違った、夢をつかぽんさんは彼女がどうそうだそうだ、彼女の話だ、人の話聞いてないのかなでもまあ同年代だからね、やっぱなんていうのかな、体にも出てくるさね、そういう、うんうん、歩いてたらさ体重がやっぱり重いと、俺だと腰が痛くなったり膝、うん、足が痛くなったりとかやっぱしてしまうんだけど、私も本当腰痛い、うん、もうね腰が悲鳴上げてるね、もしなんていうのかな、これ以上太っちゃったら糖尿の危険性とかもね、うん、やっぱ出てくるからね、うん、そうなってくるとやっぱり体をいたわるためにみんなダイエット しようってなってくる、ね、そうなんよ、この年代になってくると、もうカネさん頑張ろうねそうだね、マスクマンもね、うん、マスクマン頑張ろうね、私右肩叩かれたからでも羨ましいね、痩せていってるんだったら、うん、うん、そうだね、うんうんうん、すごいちゃんと努力の成果が出てるっていうことだもんね。そうね、ちょっとずつちょっとずつです、うんうん、ツイキャスもいっぱい来てるよ。お、どうぞお願いします。どっから言おうかな、はい、たかぼさん、お、はい、今年の審判資格の資格更新のための体力テストです。ほう、年内最後の12月実施のテスト、うん、
年内にはクリアする年明けだと寒いのでって。今年に達成したいことだね。審判テスト。審判資格の資格更新。何だっけ、野球じゃなくてサッカーの方だったっけ、サッカーの審判。なんだろう、高坊さん名前からすると卓球かな。まさかやそうなのか違うかな、聞いたことないか。すごいね、うん、ペーターさん、はい、あ、さっきのつんどくの話だね、うん、部屋が散らかるってつんどくって。ああ、そうね。そうなのね、うん。読まないでいっぱい置いてあるのかな。そうそうそう。いつか読もうと思って積んで置いてるうちにね、うん、部屋がやっぱ片付かなくなっちゃってるっていうところだよね。年末大掃除だし、ちょっと片付ける感じで読んでみるのもいいかもしれない。そうだね。まあ、積んどくされてる方がいたらね。うん。埼玉の郷さんリクエスト X ジャパンで。なんて読むのこれ、ラスティーネイル。ラスティーネイル。ラスティーネイル。どれだけさ、じゃあもう涙を流せばなって。あ、分かる分かる。あ、分からないや、やっぱ。高坊さん、はい、食べ方を変えてみては咀嚼回数を増やすなどね。あ、ほんとそうですよね。あ、それ大事だね。野菜缶食べるとかも大事ですね。あの一時炭水化物抜いてダイエットした時があって、その時は結構いい感じで痩せていって、うん、80キロ台前半までは落ちたんだけどね、うんうんうん、食べる順番とかお米をちょっと減らすとか。そうそう、でもやっぱりお米がね美味しくて、お米が美味しいよね、うん、美味しいお米いただくことがあってね、うん、あ、ちょっと食べ過ぎちゃったね。で、で、うん、埼玉の郷さんから諦めないでつかぽんさんって持ってますつかぽんさん、埼玉の郷さんが応援してますよ。応援してるよ頑張りましょう、はい、なんかさっき一回ね、あのキャスが落ちた。あ、そう、まあ、うん、まあ、大丈夫です。なんか不具合があるんでしょう。はい、はい、ではここから楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい、本日紹介いたしますのは、フィクションジャンクション優香でブレッシング、どうぞお聴きください。はい、はい、あ、ちょっとこれ見てなかった。俺ちょっと遅かったけど、まあ大丈夫よ。丈夫、これを守れば、うん、はい。お、来てますね、来てますね。今日いっぱい来てるよ。うん、今日はね、ここだけの話、2本撮りで、行きたいなと思ってるんですけど。来週がちょっとバタバタしてましてね。そう。はい、大好きさん、こんばんは、遅れました。あ、大丈夫だよ。今話したように。大丈夫だよ。この後2本撮りなんで、もしよかったら、この後もお付き合い。いただければ、うん、はい、あ、高坊さんサッカーですって。あ、やっぱサッカーだ。サッカーはなんか聞いたことはある気がしてた。ごめん、卓球じゃなかったのサッチーさんも来た、こんばんみーって。あ、こんばんみー、うん、埼玉の郷さん、うん、ケンタさん、はい、僕が野球でコーチの資格持っているのよって。そうそうそう、埼玉の郷さんが野球なのは覚えてる、覚えてた。高坊さんがサッカーだったか野球だったかで忘れてたんだよ。うん、郷さんが野球なのは、はい、先日も先週ぐらいにね、うーん、少年野球やったっけ。審判って難しそうだね、とってもね。審判のモノマネだったらうまいけどね、うん、そうなの、やってみるわ、ね、うん、やってみる審判のモノマネ。ちなみに何の審判。野球、はい、じゃあアウトの球投げて。ストライクね。あ、ストライクの球投げて。はい、ピッチャー第1球投げました、アウト。ストライクじゃないんだもう何もかもグダグダやし。何もかもグダグダって言われたなんでアウト間違ってたかねまあいっか、うん、お、ありがとうございますね、うん、高坊さん、はい、ダイエットのこと、噛む回数を増やせば少ない量で満腹感を得られるので、うん、少しずつお試しあれ、うんうんうん、そうよ、ほんとほんと。埼玉の郷さん、僕23歳の時マックス98キロあったけど、うん、パパヤシリシリダイエットおプラス仕事のストレスで1年で30キロ落ちたってじゃあ今やばくない30キロ。おお、60キロ台、70キロ。いやいや、わからないですよ。どれぐらいか計算できる人だけわかりますね、これね。すごいすごい。すごいね。羨ましい。
サッチーさん、2週撮りなら FM 技能残っとけばよかったって。はいつか遊びに呼びます呼びます。急遽決めちゃって。そうそうそう。来週忙しいからもう日本撮りやっちゃおうかってね。そうそう、それに今から許可取るし。なんなら。はい、じゃあ、はい、戻りますよ。はい、お聞き。はい、お聞きいただいておりますのは、フィクションジャクションゆうかさんで、うん、ブレッシングです、うん、はい、こちら17年前の2006年に発売されたフィクションジャクションゆうかの6枚目のシングル、うん、荒野る天のカップリング曲で、うん、別に特にね何かのアニメのタイアップ曲ではないんだけどね、うん、俺の大好きな一曲ということで紹介させていただきました、うん、はい、まあ、このフィクションジャンクションゆうかについては、うん、俺がねアニメとかアニソンにハマるきっかけになったアニメ機動戦士ガンダムシードの、うん、で挿入歌として歌われた暁の車っていう楽曲があって、うん、これで初めて知って好きになったんだよね、うん、でこの暁の車っていう曲は、うん、当時のオリコンチャートで1位を獲得したこともある。素晴らしい曲になってますね。聞いたことあるかな、なんちゃん。どんなかな。カラオケで一回歌ったことあるかも。本当？はい。では楽曲紹介のコーナーでございました。ありがとうございます。はい、メンヘラジオエンディングでございます。早いね、エンディングね。はい、あっという間でございました。あっという間だった、うんうん、で、まあ楽曲紹介中にはちょっとおしゃべりさせてもらったんですけども、うん、今回ちょっと2本撮りで、うん、はい、ちょっとやらせていただくということで、今回ね、いただいたメッセージも全部紹介しきれなかったんで、はい、うん、ありがたいことにツイキャスでご参加いただいた、皆さんもいてくれたおかげで、うん、はい、うん、番組がすごく賑やかになったっていうのも賑やか、なんかいっぱい見てる人いるよ、うん、ありがたいね。ありがとうございます、うん、なのでまあせっかくなんでね、来週も、うん、同じテーマ、今年中に達成したいことで、うん、はい、いただいてるメッセージも含めて紹介したいと思っておりますので、うん、今現在ね、生配信ツイキャスの生配信ご参加されてる方は、うん、もしまた今年中に達成したいことがあれば、うん、ぜひ来週ねまた紹介させていただきますので、うん、はい、この後ももしお時間があるようであればお付き合いいただければという。そうね、お付き合いください。はい、僕らのね今年中に達成したいことも、うん、まあ話できればなとは思うんですけども、来週。そうね、うん、まあただ一つ言えることは、うん、僕はね、ダイエットについては今年は諦めております。そうなんだね。はい、はい、もう完全に諦めてます。そうや、さっき焼きそばとご飯食べとったね。そうそう、炭水化物に炭水化物を重ねて食べて食べとったね、うん、俺がダイエットを諦めたことを見せつけてやるって言って夏美さんの前で食べてきましたけど。そうだったな。そうそう、でもね、ツイキャスで高坊さんも、うん、言っていただいたようにね、うん、やっぱり咀嚼の回数とかで、うんうん、満腹中枢を刺激して、うん、ちょっとなんていうのかな、ゆっくり食べる、ね、ゆっくり食べて、ちょっと2人とも早食いだもんね、どちらかというとね、黙々と、私病院に入ると遅くなるよ。それやっぱなんか体調が悪くて入ってるから、そもそも食欲がないんじゃないの。あ、そっか、それか。全然自分のこと理解したわ。そんな気がするな、健太さんは。そっか、はい、ではツイキャスの様子はどうでしょうか。ツイキャスの様子、ね、はい、私のモノマネに対してね、あ、先ほどの埼玉の郷さんがね、楽曲紹介中にやっていたモノマネですかね。そう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 、審判、野球の審判のね主審のモノマネをちょっと夏美さんがやってたんですけど、そうやらせてもらったんで、満を持してやらせてもらったんですけど、うん、埼玉の郷さん雰囲気だけ笑わら笑って。そうだね。でペーターさんもアウトの玉って。何これ、恋失球。そうか、うん、上手だったでしょ、うんうん、あ、なんか沖縄大好きさんもいっぱい来てるよ。あ、ほんと、うん、
読んでいただけてるといっぱい来てるよ、うん、じゃなくて僕も痩せた時は95キロありました。痩せてた時、痩せた時、そこから増えて最近また落としてる最中ですね。あ、そうなんだね。頑張りましょう。うん、うん、ありがとうね。ロアさんも来た。ロアさんこんばんは、よかった聞けたって。あ、大丈夫です。ロアさん、今からまたおそらく2本撮りやるんで、あのおそらくね、ちょっとね、もう、はい、うん、交渉してくるわ、うん、はい、2本撮りやる、うん、頑張ります。ちょっと来週忙しいってね。ラントさんも来た。ヤッホー。あ、ヤッホー、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、では皆さんが大好きなこの時間ですね、はい、メンヘラ城はここいらでお開きということで、はい、はい、今日も元気に病気中、中村夏実と中村健太でした。お薬飲んで寝ろー。切れた。